モーリス・クーブ・ド・ミュル・ビルは、フランスの政治家、外交官。シャルル・ド・ゴール政権で、第三代フランス首相、初代外務大臣を務めた。第五共和制の独自外交の礎を築き、戦後のフランスを代表する、外政家である。1907年1月24日に、マルヌ県ランスに誕生する。政家は、プロテスタントの旧家で、1925年まで、 空武家を名乗っていたが、彼の父の代になって、とミュルビルを付け加えた。1922年にコンクールジェネラルを受験。後のパリ政治学院とパリ大学を卒業後、1930年に会計検査院に入賞。1940年に、ビシー政権が成立すると、対外財務担当長官に就任する。1943年3月に、 アメリカ軍が北アフリカに進出するとビシー政権から離れ自由フランスに投じた。ビシー政権の交換では数少ない一人である。クーブ・ド・ミュルビルはスペイン経由でアルジェに逃亡し、ここでアンリジロー将軍の指揮下に入った。1943年6月7日にフランス国民解放委員会財政担当委員に就任し2ヶ月後に シャルル・ド・ゴールと合流して1945年にフランス共和国林時政府で大使級となってイタリアに派遣された。戦後は1950年に中エジプト大使、1954年に北大西洋条約機構担当大使、1955年に中アメリカ大使、1956年にドイツ大使を歴任する。1958年にシャルル・ド・ゴールが 政権に復帰すると外務大臣に任命される。以後ミシェル・ドブレと交代するまで10年の長きにわたって外務大臣職にあってドゴール主義に基づく独自外交を展開した。1968年に増将を短期間務めた後、ジョルジュ・ポンピドゥの後任として首相に就任する。ポンピドゥが大統領に当選し首相をジャック・シャバ・デルマスと交代した。 その後もドゴール派の議員として活躍し、共和国民主連合、共和国連合に所属した。1986年に上院議員となり、1995年まで務めた。1999年にパリで92歳で死去した。ありがとうございます。